イーラス軍は、アメリカ合衆国テキサス州の中央部北、エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は37,890人であり、2000年の33,001人から14.8%増加した。軍庁所在地は、スティーブン・ビルシュであり、同軍で人口最大の都市でもある。 イーラス軍は1856年に設立され、軍名は、初期の測量士で、サンジャシンとの戦いに参戦した軍人ジョージ・バーナード、イーラスにちなんで名付けられた。イーラス軍には北、アメリカで最大の再生天然ガスのプラントが2つある。大きい方の1つは、スティーブンビル近くのハックベイリッジで運転されている。もう1つは、リオレシエステーツのダブリン郊外にある。 2008年11月4日、軍民の投票で店舗外消費のためのビールとワインの販売が認められるようになった。カド族インディアンのアナダーコ集落がトリニティ側とブラゾス側に沿って散開していた。フランス人探検家、ジャンバティスト・ドラ・ハルプが1719年にアナダーコのあたりを探検し、サンルイド・ロス・カドダキアス・トリデを設立した。アナダーコは、 フランスとスペイン人との戦闘を、後にはイギリス人との戦闘に巻き込まれ、さらには免疫がなかった薬病などで深刻な影響を被った。これらの部族は1860年までにオクラホマ州に移住した。イーラス軍の地域はコマンチェリアの中に入り、コマンチ族が襲撃を続けたが、コマンチ族は1875年以降にオクラホマ州に移住させられた。 イーラス軍は1856年にボスキー軍とコリエール軍の一部を合わせて設立され、地域の初期測量士だったジョージ・バーナード・イーラスに、ちなんで名付けられた。この年、ジョン・ M ・スティーブンが町を作るための土地を寄付し、そこは、スティーブン・ビルと名付けられ、軍庁所在地になった。A.H. コブキンスが1854年に、ダブリンの町を作った。 ダブリンの初期開拓者としては、ウィル・ホランドとトム・ホランドがいた。ダブリンは、PGA ツアーの全米オープンと、マスターズトーナメントで優勝したベン・ホーガンが、少年時代を過ごした街になった。1855年、測量士のジョージ・イーラストニール・マクレナンに率いられた30人の開拓者が軍内に入った。その中には、ウィリアム・ F ・スティーブンとジョン・ M ・スティーブンの兄弟がおり、 また、黒人の一家族がいたが、その名前と運命は、歴史の中に埋もれた。オーストリアのウィーンからの移民だった、ジョージ・イーラスは、テキサス・レンジャーに入り、テキサス・シガン兵第一連隊のビリングスリーの、C 中隊に加わり、チャールズ・バールソン大佐の指揮下でサンジャシンとの戦いに参戦した。また、アメリカ連合国の民兵隊にも加わった。イーラスは、 フリーメーソンであり、1852年から1855年まで、ボスキー支部92号の創立会員かつ、秘書官だった。1875年から1915年の間は、綿花が、軍内の最大作物であり、1906年に、最大の収穫量を記録した。1879年にテキサスセントラル鉄道が、ダブリンに通り、 1889年には、フォートワース・アンドリオ・グランデ鉄道が、スティーブンビルを通った。このことで、軍内で生産される綿花を、東部の市場に出せるようになった。1910年土地の疲弊と、渡ム虫の被害により、落農業、果樹園、苗床、ピーナッツ、牧草、養鶏への多角化が始められた。サーバーの町が、 ジョンソン石炭会社によって設立された。1888年から1921年の間にテキサス太平洋石炭会社がサーバーの近くで石炭を採掘し、州内でも最大の石炭生産者になった。交付の25%はイタリア出身であり、サーバーのすぐ郊外にイタリアンヒルという集落ができた。1903年に 鉱山労働者同盟が、ジョーフェノグリを送り込んで、イタリア人労働者を組織させ、サーバー石炭交付ストライキが始まった。1970年代、この地域は、セメント産業の燃料として、歴生炭の生産を始めた。1893年にスティーブン・ビル・カレッジが、設立された。1899年に、地元牧場主ンタールトンが、 財政的に苦境に陥っていたスティーブン・ビル・カレッジを救済したのでタールトン州立大学に改名された。1866年に建設されたイーラス軍の初代木造軍庁舎は火事で軍の文書と共に焼けてしまった。二代目の石造り軍庁舎は1877年に建てられたが最終的に取り壊された。 現在の軍庁舎の礎石は1891年に置かれた。建築家、ジェームズ・リーリー・ゴードンとディーラウブが現在のビクトリア様式の建物を設計した。ゴードンは他にもアリゾナ州会議児童、アランサス軍、ベア軍、ブラゾリア軍、コマール軍、エリス軍、ファイエット軍、ゴンザレス軍、ハリソン軍、ホップキンス軍、リー軍、マクレナン軍、 ビクトリア軍及び、ワイズ軍の軍庁舎を設計した。イーラス軍庁舎は1893年に観光し、レオン川の石灰岩やペコス軍の赤砂岩が使われた。建物の中心は高さ95フィートの塔には、金が吊るされ、内部の1階から3階までシャンデリアのついたアトリウムとなっている。内装材は、東テキサスの松材。 中鉄と単鉄の階段、モザイク張りされた、輸入大理石の床などが特徴である。1988年に改修された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1090平方マイルであり、このうち陸地1086平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は1.23%である。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。イーラス軍は北中テキサスのダラスフォートワースメディア市場に属している。地元ではテレビ局10局から放送が流されている。またウェイコテンプルキリ,リンメディア市場の放送も受信できる。軍内ではザ・スティーブン・ビル・エンパイア・トリビューンとダブリン・シティズンという2つの新聞が発行されている。軍内には FM4 曲と AM1 曲のラジオ曲がある。そのうち2つは、タールトン州立大学が運営している。ありがとうございます。